ちは。7月24日金曜日、今日もサテライトスタジオ西野病院ログハウス清風庵より、社会福祉法人フラテ福祉会の生徒美と私井上が安らぎの森をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は、はい、先週の土曜日に、はいはい、フラテ会の庭園で、うん、自然からの贈り物マーケット夏が開催されたんですよね。はい、はい、開催されましたね。私これが今回初めての参加だったんですよ。あ、そうなんや。そうなんです。1回目の時は残念ながらお休みで、あらあら、はい、行かれなかったんですけどうん、うん、今回初めて行ってたんです、まあ、見たんですけどね、うん、で実際自分も体験コーナーの担当ということで、うちは作ってましたね、はい、スリコの方で頑張ってたんですけどいやー多かったですね、人が ね、たくさんいましたよね。なんか結構年配の方から、はい、結構今回は子供さんがね、そうなんですよね、たくさん来ていて、で本当ご近所の方だったりとか、あとデイサービスをご利用の皆さんだったり、はいはい、まあ、もちろん入所されてる利用者さんたちからすごく好評で、ああそうですよね、でこのマーケットは、まあ、ずっとこう続いていて、次回の、まあ、マーケット秋っていうふうに続いていくんだけれどもはい、はい、まあきっと、残念ながら残念ながら残念ながらこの度のマーケットには、参加できなかった方もいらっしゃるでしょうから、はいはい、今日は、はい、この、7月18日に開催された自然からの贈り物、マーケット夏の様子を少しお話ししてみようかと思っておりますが、よろしいでしょうか。いいですね、お願いします本当楽しかったですもんね。楽しかったです本当、で、このマーケットの趣旨は、はい、まあ、この機会に安心安全な食を見直してみようとするものなので、出店されているそのフードメニューには、有機野菜がすごく多く使われていたんですよね。ああそうなんですね、遠くからのうちわを作りながら見てましたけどまた美味しそうな名前が並んでるなって思いながら見てたんですけど、ね、あと有機野菜の販売もあったんですよね、そうなんですよ、ちょうどその会場の中央には、フラテ会がその有機栽培している、はいはい、井の倉農園で収穫された野菜を使った、まあ、メニューもあったりとか、もちろんその有機野菜が販売されてたんですよね。はあはあはあ、そうですよね。そうでね、その中でも、有機野菜を使ったその、はい、まあ、メニューを少しご紹介させていただくと、はい、まあ、ピザ、ピザ、あ、ピザがありますね。ピザですね。ピザ窯で院長が、はい、院長がそうです、これがちゃんと焼かれていた、まあ、ピザがあったでしょ。ピザ、はい、あと、冷製スープがあって、はい、ありましたね。あとは、夏野菜カレー。おお、カレー、ほうほう。で、焼きとうもろこしもすごく美味しくて食べたんですか。食べましたいいなあれ、生徒美さん食べてないんだあいにく食べれませんでしたあ、美味しかったよいいなでね、すごく、まあ、すごく暑かったので、冷たいスムージーだったりとかね。あら、スムージーあと手作りソーダとかも、ソーダ、手作りですか、すごいな。私この手作りソーダだけはですね、いただいてないのでですね、次回に期待しようかなとか。そうですね、私もぜひ次は店の前に並んどきます一番に一番並んどくかもですねで、すごくね、こういい香りがしてたんだけれども、前回もすごく好評だった、はい、ヤマメの串焼き。串焼き、はい、皆さん持ってました。持ってたよね、はい、で今回は、はい、塩焼きだけじゃなくて、バター焼きもあって、あら、美味しそうな。美味しかったよそれもまさか食べたけどねいいなでこの度は、はい、そのヤマメも130食完売、はい、完売ですか、完売したんだって。でも確かに皆さんね、手に持たれてたり、とか食べてたりとかして、もう本当にすごくいい匂いがしてましたもんね。匂いを感じ取れませんでしたちょっと離れてたからですね。離れてましたもう本当遠くから、あの人もお魚持ってる、いいなって思い食べたいなって思いながら、もう一回言うけど美味しかったよいいなそれと、で、協力出店販売もあって、はいはい、でエコワイズ村の有機パン、はい、有機パン、あ、いいですね。毎回好評で、今回もね、すぐ完売されてましたね。あらま
うん、はあ、であと、うん、薫園亭のスモークチーズ、はいはい、あ美味しそう、うん、であと耶馬渓の方から、はい、無農薬米だったりとか、はい、お味噌も来てましたね。あいいですね、うんうん、で今回まだまだあってね、うん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 、あの丸三五福店さんの和装小物、はい、すごい可愛いねちりめんみたいなこう生地で、うん、はいはいはい、作ってある小物だったりとか、あ、あとあの角新さんの草履、うんうん、これもなんかすごく粋な感じだったですよ。あらいいですね、うん、もう目白押しですね本当、うん、本当にねたくさん協力、あの売店さんも来てあったですね、うん、でもあの皆様のご協力に本当感謝申し上げますと。そうですね、ありがとうございますでこの度はね、はい、マーケットに、うんうん、その五感を刺激するような、はい、こう促しというか仕掛けがしてあってね、お気づきました。あいにく気づきませんでした。あらあらなんか、はい、こう懐かしいね、うん、この蚊取り線香の香りとかしなかった？蚊取り線香ですか？あー、ちょっと離れてたからねそうです、ね、風に流されたのかな香りが、あのね、すごくそういう仕掛けがしてあって、はい、ほうほうほう、あの蚊取り線香のこのこう、うん、なんかほんと懐かしいような香りと、ああ、あとねその風鈴がこう、うん、まあ売ってもあったんだけど、はい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 、その中にもその南部鉄でできたね、うん、あの風鈴がこう仕掛けてあって、うん、あなるほど、そう風がこう吹くとねそのこう、うん、あの心地いいこう音色が、はい、チリーンってですね、そう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 、こうなんかこうなんていうんですか、こう過去の記憶をくすぶるというかですねなるほど、そうで、なんかそういう感じ の、 その音とかのこう仕掛け、香りの仕掛けとかもしてあって、あでね、はい、あの今度はそのなんか昭和のさ懐かしいこう、うん、なんていうの、うん、感じがするコーナー見ました？見ました、そこは見ました見ましたはい、でそ の、 あの風鈴とかがこう売られてあるところのね、その横には、うん、あの氷って言って、はい、あの昔その着物だったりを、あそのこう、はい、なんていうの、押し入れ代わりですよね、押し入れみたいなものかな、ほうほう、うん、あのこう直しておくような、あ、はいはい、その本当古いこう浴衣だったり着物が入れてあったりとか、あそうなんですね、うん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 、あとねおひつもあったし、はい、あの殺虫剤の噴射器とか気づきました？はい、そこまではさすがにちゃぶ台があるなってもう見たんですけどちゃぶ台で子供遊んでたよね、かなりそうそうでその殺虫剤のねこう噴射器をこう眺めながら、はい、こうすごく懐かしい時代をこう回想されている方もとっても多くいらっしゃったような気がしますね。なるほどですね、うん、で逆にね、うん、若い方もそのコーナー結構立ち寄られてて、うん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 、でその時代のものってこう逆に若い方にはすごく新鮮に映ったみたいで、うんうん、ああそうですよね、うんうんうん、だからあの様々なねいろんな年代にの方がもう各々にこう楽しまれてるなっていうのがすごく印象的だったかなと思いますね、うん、あでも確かに私もちらっとそのコーナー見たんですけど、うん、やっぱちっちゃい子が物珍しそうにしょぶ台とか見たりとか、うん、あの懐かしいお菓子をこう食べてたり、うん、そうしてましたよね、そうです、うん、そういうので、うん、この度、はい、新しいその試みとして、はい、こうサルコペニアの健康チェック、サルコペニア健康チェックだったりとか、はいはいはい、ありましたね、あとほら、うん、あの生徒美さんがこう頑張ってた体験コーナー、体験コーナーはい、うん、やってきましたよ、あの体験コーナーでは、はい、あの懐かしいこのうちわ、はいはい、うちわ、ね、なんかこう、うん、絵とか描かれてあったけど、うんうん、体験コーナーの反響ってどうだったですか？そうですね、うん、私もこう初めての試みだったみたいで、その体験コーナーがこのマーケットでは、うん、どうなんだろうって思って恐る恐るだったんですけど、うんうん、大反響でしたね、ありがたいことに。でも確かにあの子供さんとか多かったですよね、あの周りもですね、はい、うんうん、まあ、夏休み始まって次の日すぐだったのもあるんですかね、あ、まあ、そっか、音の年の幅が広い方がいろいろ来られてですね、まあ、こう、はい、でうちわもその色を自分で塗、うん、実際塗ってとか、うんうん、あと和紙をもともと切ってあったのを用意してあって、あ、それを貼ってこう自分で作るとかですね、してあったんですけど、まあ、こう人によってこう発想力の違いによってこうできるものが違うんですよね、うん、ああそうだよね、いろいろ面白いなって思いながら眺めてたんですけど、うんうん、まあ、あの大人はやっぱりこう決まったもん、アジサイならアジサイ作るみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、方が多かったんですけど、子供はやっぱりこう発想力豊かだなって思いながら、なんかこう
アジサイがあったらその横に、うん、朝顔か、うん、朝顔があったら朝顔の横にこう金魚浮かべたりしてですね、あ、なるほどなるほど、普通ならなかなか浮かばないんです、私は全然もう浮かびもしなかったんですけどうん、うん、ちょっと隣に金魚を泳がせたりとか、でその金魚に朝顔をちょっと加えさせて、あの、あっちの金魚にこうなプレゼントをするんだこの、あの朝顔みたいな、すごいね、内輪の中でストーリーが出来上がってて、すごい、ね、物語があるの内輪の中に、わすごいなって、なんか逆に私たちがこう教えるはずだったのに教えられるような、こう、うん、斬新よね、あ、こういう発想もあるのかとか思いながらですね。でもさ、なんかちょうど夏休みの次の日だったら、うんうん、始まって次の日だったら、ほら夏休みってなんかこう宿題で、うん、あのね、自由学習みたいにこう持っていかなきゃいけないみたいなのがあるんですよありますよね、あるのにちょうどね、 もしかしたらこう持っていかれる子供さんもいるかもしれないですね。そうですね、まあ、ちょうどよかったですでね、うん、私はその時に、はい、あの冷製スープを担当したんだけど、あ、でね、この冷製スープは、はい、うんうん、この度6種類、6種類もあったんですか、うん、そう、有機野菜を使った6種類のスープがあって、はい、で、まあ、かぼちゃ、かぼちゃ、とうもろこし、ほうほう、枝豆、トマト、トマト、きゅうり、きゅうり、じゃがいも、じゃがいも、6種類よね6種類で6種類やって、はい、でも中でもね、うん、すごくもうダントツで、うん、枝豆のスープが人気だったんですよ。枝豆ですか。そう、じゃがいもとかじゃなくて、うん、枝豆のスープ、まさかの、そう、すごく人気で、はい、やっぱ夏枝豆みたいなビールのお供にみたいな感じで、うん、すごく好評でね。へえ、作り方が知りたい、知りたい、そんなに人気ならぜひとも知りたいですねだよね、はいあの今日はね、そのダントツだった、はい、あの本当にあっさりしていて、はい、暑い季節にぴったりの枝豆冷製スープのレシピをご紹介したいと思います、はい、お、楽しみですね、はい、メモの準備をというわけで、メモの準備をいいですか難しいですよ、いいですかでは材料は、はい、こうさやを剥いて湯がいた枝豆、はいはい、枝豆、はい、うん、それと牛乳、牛乳、うん、それと塩コショウ、塩コショウのみでございます、はい、あれ本当ですか、これだけで、そう、枝豆とね、はい、牛乳、塩コショウのみで、のみで、あのね、スープの素とかも使ってないんですよ今回、あのコンソメ的なの、うん、そう、そうなんですか、だけ、うん、そうなんです、味ちゃんと出るんですか、美味しいんですよこれがね、不思議と、作り方も難しいですよ、あらあの作り方はね、はい、その3種類ね、はい、湯がいた枝豆と、はい、牛乳をミキサーにかけます、はい、ミキサーに、はい、かけます、うん、そして、うんうん、ほんの少しだけ塩コショウを振るんですよ、ほうほう、塩コショウ、はい、うんうん、これだけ、え嘘だ、ほんとこれがね、すっごい不思議なぐらい美味しいスープになるんですよ、え、ほんとですか、はい、これだけで、ねえ原さん奥の方でいや本当にびっくりするが美味しくって、はい、でただただ、うんうん、枝豆はね、はい、すごく傷みやすいから、あ、で、あのこの作った方に聞いたら、うん、もう枝豆は本当に傷みやすいので、うん、あのすぐ食べるのがポイント、あー、なるほどですね、うん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 、で、まあ、冷やしていただいた方が美味しいんだけどね、なるべく早く召し上がってくださいって言われてて、はあ、まあ、この度のマーケットのスープの、まあ、分量というかですね、まあ、枝豆が 60g に対して牛乳が120cc ぐらいでできるそうなんですよ、ほうほうほう、でもう本当に塩コショウはもうほんの気持ちだけって、え、本当ですか、うん、そうなんだ、そう、でもこれで、うん、嘘みたいな本当に美味しいスープができていたし、うん、いただけたし、はい、いただけたんですね、もう本当にマーケットのスープの中ではダントツの人気あったですね、あ、でもこんなに簡単なら本当今からでも買いに行こうか、うん、材料みたいな感じですよね、あの料理上手な私たちにもできますよ、できますねもうメイクバッチリ覚えました作り方をそうなんだ、まあそんなこんなで、うん、まだお話は続くんですが、はい、でここで、はい、曲に行きましょう、そうですね、はい、はい、今日は、はい、ジュディ・ガーランドで、うん、オーバー・ザ・レインボー、ルイ・アームストロングで、What Wonderful World、 2曲続けてお聴きください、前半ははい、マーケットのお話をメインにお届けいたしましたが、はい、実はその台風の影響で、うんうんうん、天気がとっても心配されたんだけれども、うんうん、まあびっくりするぐらいのそうですね晴天で晴れました晴れたよね、暑かったですよね、暑かったです本当に、でも、うん、
その前の日は雨だったでしょ、うん、はいはい雨でした。で朝もね、うん、あのこうまあ早い時間に準備してる感じでは、うん、そんなにあのまあピーカーの晴れではなかったんだけど、うんうんうん、まあ始まった途端に晴れましたね。私もこれ大丈夫かな今日って思ってたんですけど、うんうん、いやテント張ってても暑いぐらい晴れましたもん ねすごい天気が良かったですよね。暑かったです。これはもう晴れ男いましたかねいましたね、まあ、あの小さい声で院長ですかねそうですねでも本当に暑かったんですが、うんうん、あのまあ北部九州ももうそろそろ梅雨明けしそうなんだけれども、はい、そうですね、うん、あの今からは、はい、もうとにかく熱中症にならないように。そうですね、熱中症です。私たちももう皆さんもこう対策を取らないといけない時期になってきたんですが、うんうん、そうですね、あのデイサービスとかでは、はいはい、あの具体的にどのような対策を取ってるの？そうですね、デイサービスでやっぱり室温、あの部屋の中の温度、ちゃんとクーラーとかで調節したり、うん、あと湿度とかですね、うん、これもまた調節をしたりして、うん、やっぱあんまり上がりすぎないように下がりすぎないように気をつけながら、まあうん、あとはあの利用者さん その寒いとかそういう意見を聞きながら調節をしていってるんですけど、うん、あとはあの水分をこまめに取るということで、うん、あのまあ、時間定期的な時間とかお風呂の後とかに、うん、あのポカリスエットを提供してますね。なるほどね、うん、はい、でも本当ですね、今からこまめなあの水分補給って必要になってきますもんね。そうですね、うん、でうちもそのグループホームもですね、はい、あの同じですよね、うん、対策としてはやっぱりこう湿度だったりとか、はいはいはい、あのまあ温度調整ですよね、うんうんうん、でやっぱこまめな水分補給点にも努めてるし、うんうん、あとこれはあのそうね、デイサービスとはちょっと違うのかもね、グループホームの特徴かも、まあ、特徴かな、うん、はい、あの味噌汁とかですね、うん、はいはい、あの牛乳を結構取るようにしてるんですよね、この時期。味噌汁は分かるんです、牛乳、うん、牛乳ですか、うん、そうなんですよ。へえ、だからどうやらですね、うん、はいはい、あのまあ、牛乳には、はい、そのまあ、アルブミンですよね、アルブミン中タンパク質が含まれていて、はい、でこのアルブミンは、うん、あの血管の中に水分をこう引き込んで、はい、うん、血液を増やす作用があるみたいよ。へえ、うん、であの、うん、その血液量が増えると、うんうん、その皮膚のこう表面からね、うんうん、こう熱をこう放射する機能が高くなるんだって。ほうほうほう、へえ、だから、はい、そのまあ熱中症は、うん、その体温調節機能が働かなくなって、うんうんうん、こう体温が上昇することで起こるから、はいはい、あの血液量が増えて、うん、体温調節しやすくなると熱中症を予防することができるんですって。なるほど、うん、牛乳すごいですね。ね、牛乳、ね、あの、うん、ね、この時期その本当にポカリスエットだなんだって思うけど、うん、牛乳もいいんだなと思って、うん、あ、そうなんですね、うんうん、今日早速ちょっと買って帰ります牛乳。本当ですか、はい、うん、でうちは結構、まあ、結構まあガブ飲みするわけではないけど、うん、まあ、ちょっと意識して飲むようにはしているかな。へ、牛乳ってすごいんですね、うん、でやっぱりあの、うん、今日ねうち訪問看護さんが、うんうん、あの体調チェックにね週にいっぺん来てくれるんだけど、はい、今日言われてたけどやっぱ在宅の方、はい、うん、やっぱりねこの暑さでしょ、うんうんうん、やっぱ締め切っちゃったりしてる方とかがいらっしゃって、うん、はい、あの病院に運ばれてる方とかも増えてるみたいなので。ああ、そうなんですか。そう、本当に今から気をつけてくださいねって言って、はいはい、言われて帰ってあったんですけど。ああ、そうですよね。うん、であとそれと同時に、うん、この時期は、はい、あのまあ、逆に冷たい飲み物とかこう食べ物つい、うん、つい取りすぎて、はい、しまいがちにもなる季節だから心当たりがいっぱいありますねありますかねまあちょっとお腹もですね、はい、あの壊さないように、はい、こう注意はしないといけないかなとは思うんですけどあの私たちもですねちょっとこう体調管理、皆さんもですね、はい、あの体調管理には十分気をつけて、はい、この夏を楽しんでいただきたいと。そうですね、思っておりますでも本当今日もすごく暑いですもんね、外。暑いですね、うん、もう日差しが痛いぐらい。そうですね、もう夏ですね夏だね、本当にもう夏が来ましたね来ましたねでは、はい、最後に、はい、フラテ会からのお知らせと、はい、次回の予定を生徒美さんよろしくお願いします。はい、
次回の予定としましては、うん、来月8月の9日日曜日になりますけど、うん、はい、こちら西野病院の最大のイベントといっても過言ではないかと思うんですけど、でかいですね、イベントですね、はい、夏祭りがありますね、開催されます、ありますね、はい、時間はちょっと遅めの17時からなんですけども、はいはい、はい、まあ、ここあの、まあ、目白押しなあの催しも用意しておりまして、例えば信州太鼓とかですね、あと親父ダンサーズというのが来てくださるらしいんですけど、初めてですね、初めてです、楽しみに密かにしてるんですけど親父ダンサーズそうなんです、とても楽しみなんですよ、あと織尾神楽も大人気、迫力ありますもんね、ありますね、織尾神楽は本当あの毎回好評で、はい、あのこうね、太鼓の音でこう、ね、気持ちがこうかき立てられるというかですね、はい、他にはあと屋台をもちろん用意してありますし、うん、はい、あと夏の装いの販売などもいろいろしている、ああそうなんですね、はい、します、あ、またでもいいですね、風鈴とか、そうです、ね、下駄とか、そういうのの販売もあるかもわからないですね、そうですね、楽しみなんですけども、楽しみですね、はい、まあ、ぜひ皆さんあの、ね、ご家族や、ね、ご近所の方をお誘い合わせの上、ぜひですね、ぜひぜひですね、夜のイベントということはもしかして花火も盛大に、そうなんですよ、ちゃうじゃないですか、今年も花火もあります、今年もですねはい、もうこれもまた大人気の花火なんですけども、楽しみですね、はい、今年はまたどんな曲か、ね、曲に乗ってこう花火がこう演出されるか、また楽しみなところですね、そうですね、もう楽しみですね、じゃあ8月9日のお時間は15時からでございます、17時です、えらい早くなりました、17時からです17時からですね、はい、はい、ありますので皆さんぜひお越しください、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、お待ちしております、では、安らぎの森、次回の放送ですね、はい、次回は8月の21日金曜日、はい、午後16時からお届けいたします、はい、なお番組の中でお届けするリクエスト曲は安らぎの森ホームページまたは FM 北九のホームページにて受け付けておりますので、よろしくお願いいたします、お願いします、では皆さん、はい、本日はこの辺で、はい、また来月お会いしましょう、さよなら、さよなら。